皆さんこんにちは、 JTTF の準島村と僕と青成です。僕たち JTTF は今コマを楽しんでいる人たちがもっとコマを楽しめるようにいろんな活動をしていく団体です。今回はその一つとして世界大会についての話をしていきたいと思います。世界大会に参加する人がより参加しやすくなったり、世界大会を見る人がより詳しく楽しく見えるようなためにこの動画を作成しました。ぜひご覧ください。世界大会って何だろうっていう人もこの動画を見れば世界大会について完璧。それではどうぞ。ハードル上げたね。ご利用し。はい、じゃあここからは WSTC2021 のルールを、日本語で確認していきたいと思います。じゃあまず WSTC って何だろうっていうことなんですけど、これはワールドスピントップコンテストの、WSTC です。ワールドスピントップコンテストの略称になってます。で、名前からも分かる通り、コマ回しの世界大会になってます。僕たち JTTF じゃなくて、これは ITSA っていうインターナショナルトップスピナーズエソシエーション、コマの世界連盟ですね、が開催する大会となってます。で、日本のコマだけじゃなくて、その世界のコロンビアとかアメリカとかスペインとかヨーロッパの人とかのいろんな人が使ってるコマで参加ができるっていう大会になってます。で、今年は、去年もそうだったんですけど、まだちょっと感染症の関係とかもあるので今年もオンラインの開催になってます。じゃあそうやって言ってる WSTC って一体何なのかっていうと、この大会は、コマの技をやる部門と、音楽に合わせて技をやる部門と2つあって、音楽に合わせて技をやる方がフリースタイル部門っていう部門で、あとはこう指定された技を順番にこなしていって、ミス3回のミスまでで一体どこまで技ができるかっていう部門のラダー部門っていう2つの部門があります。で、今回のこの動画では基本的なフリースタイル部門の方のルールを確認していこうと思ってます。今年は、いつもだったらオフラインなんですけど、今年はオンライン開催のため、演技動画をですね、スマートフォンとかで撮影してオンラインでまた動画をアップロードするっていう形になってます。この演技動画の撮影方法とかはまたこの後の説明で触れていきます。で、演技時間は、ちょっと長いかもしれないんですけど、2分以上から3分以下までとなってます。これオフラインの大会だったらどこで開催される大会なんですか？はい、オフラインだったら、2018年の僕が参加した時は中国の上海で、2019年はアメリカのオハイオ州であって、で、2020年が延期になっちゃったんですけど、本当はハンガリーでやる予定でした。で、今年もまた延期になっちゃって、2021がまたオンラインでっていう感じになってます。ありがとうございます。なんかハードル高いですね、オフラインだと。そうですね、オフラインだとどうしてもこう近くても中国とか、その遠いとアメリカとかに行かなきゃいけないんですけど、今年はオンラインなんで、ぶっちゃけこう自分の家からでも参加できるんで、すっごい参加しやすくなってるんじゃないかなって思ってます。そして今日僕たち JTTF がなんでこの動画を撮ってるかっていうと、日本人の皆さんがですね、 WSTC にもっとこう簡単にこう気軽に参加してほしいと思ってて、で、その手助けができたらなっていうことで今回この動画を撮ってます。で、僕たち JTTF のメンバーは WSTC の運営じゃなくて、それぞれここ3人はちゃんと選手として出場します。まあ堅苦しいこと言ってますけど、まあみんなが JTTF じゃないや、 WSTC 楽しんでいただいなっていう気持ちで撮影してます。はい、このためにヘルプもしていきたいというふうに思っております。じゃあなんとなく大会のことが分かったかなと思うので、ここからは出場するためにやっぱりルールを知っておかなきゃいけないので、ルールの詳細を日本語で見ていきたいと思います。参加資格と日程についてですが、基本的には誰でも参加可能なんですけど、 ITSA のフル会員って、まあ、会員登録をする必要があります。で、
会員登録した人は基本的に参加費は無料なんですけど、会員登録にだいたい10ドルですね、日本円にするとだいたい1000円ちょっとぐらいが必要になってきます。で、日程は、エントリーの締め切りが10月の24、動画の締め切りが11月7で、表彰式が11月13になってます。で、これ日本時間23時ってちょっと遅めなんですけど、これ、まあ、世界大会っていう感じで、その時差とかを考えて、まあ、朝早い人とお昼の人と、まあ、日本は夜で見ようっていうことで、みんな起きてる時間帯になんとかやってます。はい。で、世界大会は、こう使うコマとか年齢とかによって部門が分かれてて、で基本的に、一番いろんな人が参加するのが、一番の、オープンフリースタイルで、2番がこう木製のコマしか使っちゃいけないトラディショナルフリースタイルっていうと、3番がこう決められた技をこう順番にやっていくスポーツラダーと、4番5番がフリースタイルだけど、レディース部門とユース部門ですね。で、ユース部門は13歳以下ですね、10月末の時点で13歳以下の選手が参加できるっていう部門になってます。で、この中で、それぞれ優勝する人がいるんですけど、世界チャンピオンって名乗れるのは1番のオープンフリースタイルの優勝者だけになってます。訂正がございまして、ですね、下から3行目のその際は各部門につき1本動画を提出するっていうところなんですが、4番5番こうレディース部門とユース部門についてはこう他の部門で使った動画を使用してもいいということですので、申し訳ございません、訂正いたします。じゃあ、ラダーとレディースとユース部門はいいと思うんですけど、オープンフリースタイルとトラディショナルフリースタイルって何が違うのっていう話なんですけど、ざっくり言っちゃうと、オープンフリースタイルは何でもあり、でトラディショナルフリースタイルは伝統的じゃないといけない。じゃあ、まあ何でもありって何がいいのっていうと、そのコマがまあ木でもプラスチックでも何でもいいし、軸がですねどんな形しててもいいし、ベアリングっていうパーツが入っててもついてても何でも OK です。ただトラディショナルフリースタイルの方は、木製であることと、真ん中に1本通ってる芯がですね金属製じゃないといけないっていう、ここが大きいルールになってます。日本のコマでいうと、熊本の肥後のチョンカテゴマだとか、あとは木製の鉄輪ゴマですね、三つ目ゴマとかがトラディショナルフリースタイルに出れるコマとなってます。で、トラディショナルに出るときは、使うコマの画像をですね、そのちゃんと木製かどうかを審査員に見てもらうために写真を撮ってメールで送っておくっていうのが、まあ、推奨されてます。ちなみに、はい、島村さん代表純島村は今までどっちの大会に出てたんですか？はい、僕はですね、ずっとオープンの方に出てました。いつかトラディショナルも出てみたいなとは思ってるんですけど、まだとりあえずオープンでもうちょっと戦ってたいなって感じですね。で、今度は、オープンとトラディショナルで同じところなんですけど、演技時間が一緒、あとは音楽を流しながらやるよっていうところと、3分から、5秒以上演技がオーバーしちゃった場合ですね、これは失格になっちゃうんで気をつけてください。で、コマ自体は何個使ってもいいです。1個で最初から最後までやってもいいし、こう10何個とか並べて一気に回しても何でも OK です。ただ、演技中に使うコマっていうのは全部紐を自分で巻かなきゃいけなくって、で演技内で使うコマは、撮影するときにもう画面の中に最初から入れとかないといけないです。つまり何かっていうと、大会中にこう誰かに手伝ってもらっちゃったりするのはダメだよっていうルールです。じゃあ、動画をどうやって撮影するかっていうところなんですけど、簡単に言っちゃうと、編集せずに見やすく撮ってください。以上。いや、もうちょっとあるよ、もうちょっとあるよ。少ないです。はい、嘘です。
動画の中にですね、2021ワールドスピントップオンラインコンテストって書いてある看板を動画内に入れて撮影をするようにしてください。これが入ってないと動画がですね、大会用の動画として認められなくてエントリーができなくなっちゃうので、ここは気をつけてください。でもし看板とか用意するのが難しいよっていう人は、編集とかでですね、一番動画の最初の方にこう文字とかロゴとかを入れておくっていうのも大丈夫です。じゃあ提出する動画をどうやって撮影したらいいのかっていうと、まずカメラは1つでノーカットで撮影をお願いします。で基本的には横向きの撮影をしてください。でトリックですね、技が明確に見えるような画質にしといてください。で音楽は演技中に再生してこう動画の中に入れといてもいいんですけど、後から編集してつけても大丈夫です。ただ後から編集でつけるときには、その動画の音、もともと入ってた音を完全に消さないぐらいの音量にしておいてください。で撮影するときなんですけど、画面の中に、大会のロゴもしくは、2021ワールドスピントップオンラインコンテストと書いた看板をですね、動画の中に設置をしておいてください。で看板とか設置できないよっていう人は編集とかで入れても大丈夫です。ただこれをやらないと、その大会用の動画として認められなくてエントリーができないっていうことになっちゃうかもしれないので気をつけてください。で動画に映っているもので審査をされるので、基本的にはやってる技が動画の外になっちゃったりとか見切れたりとかしないように撮影をした方が点数が上がるのじゃないかなと思ってます。で巻いてあるコマですね、これを画面の外から持ってくることはやめてください。これなんでかっていうと、画面の外から持ってきて誰かに手伝ってもらってるんじゃないかみたいなことが起こっちゃうので、そういうのはやめときましょう。で今年の大会は動画に編集でこうポコッと大会のロゴとかをつけるのはどうなんですかね。基本的にはやめといた方がいいかなと思ってます。なんでかっていうと、後から演技中の横にロゴを入れておくと演技が見にくいっていうのが一個あるので、演技を見せるための動画なので、そこはまあやめといた方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあまあ看板を現地で撮影する背景に設置するっていうことですね。そうですね、看板を、まあ、三脚とか、まあ、額縁とかいろいろ使って、そのロゴをですね、直接その撮影のところに置いて撮影するっていうのが、まあ、一番無難なんじゃないかなと思ってます。はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、去年の、僕が WSTC に出た時の動画のスクリーンショットですね。注目してみてほしい。はい。注目してみてほしいのは、横向きで撮影してる。で、トリックが明確に見える画質であると。で、これ今投げ上げてるんですけど、技が見切れてないっていうところ。あとは右下のところにコマをたくさん置いて、巻いてあるコマですね、を画面内でちゃんと持てるようにしてるってところ。あとは右下の青いマークですね、トップオブザワールドって書いてある、これが大会公式ロゴなんですけど、こういう風に設置しておけばこれで完璧です。大会のエントリーとしては完璧な動画です。これで大会公式のロゴってどうやってコピーしたり印刷してましたか？で大会公式ロゴについてはですね、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからダウンロードして印刷してください。で動画を撮った後ですが、 YouTube か Vimeo にですね、投稿をお願いします。これは、トラディショナルとオープンフリースタイルでは同じ動画は使えないので、両方とも出る方は2本動画を投稿をお願いします。動画を投稿するときはですね、提出動画を、非公開の設定にしておくことが推奨されています。動画を投稿した後は、その動画のリンクをですね、メールで審判の方に提出をしてください。動画の非公開っていうのは、動画が誰も見えないよっていうものじゃなくて、リンクを知ってる人だけが見えるっていうもので、そのリンクを IPSA に送ることによって、その IPSA の人が審査ができるっていう形になります。動画のリンクを提出するメールアドレスはこちらになってます。概要欄にも貼っておくんで、そっちからも大丈夫です。
ちょっと詳しい話になるんですけど、オープンフリースタイルは合計100点満点のうち85点がテクニカルスコアっていうもので、15点がパフォーマンススコアっていう割り当てになってます。でテクニカルスコアっていうのは、技をやる難易度とか、どれだけ独創性オリジナリティがあるかっていうのと、リスクっていうのはちょっと危険な技、危険な技っていうわけではないんですけど、どれだけこうミスしやすいかっていう技っていうと伝わりやすいですかね、を採点する項目です。でパフォーマンススコアっていうのは、ショーマンシップとか、全体的なクオリティとか演技の興味深さ、棒立ちで演技してるんじゃなくて、ちゃんとこう音楽に合わせて動いてるかとか、ちゃんとこうステージを効果的に使ってるかとか、そういう採点項目になってます。テクニカルスコアが技で、パフォーマンススコアが演技っていう風な考え方でいいかなっていうふうに思います。はい、それでいいと思います。では次、トラディショナルフリースタイルの配点なんですが、こっちはテクニカルスコアが70点で、トラディショナルスコアっていうスコアが30点になってます。テクニカルスコアの方はオープンのと一緒なんですけど、こっちのトラディショナルスコアの方ですね、これはさっきの、これはトラディショナルスコアはさっきのパフォーマンススコアにその伝統的要素が入ったものと思ってくれれば大丈夫です。これが70対30になっているので、オープンよりトラディショナルフリースタイルの方がその演技として演技がどれだけできているかっていうのを重視する部門になっていると、この配点からは言えるんじゃないかなと思ってます。トラディショナルスコアっていうのはこう昔からある動きが評価になるっていうのも正しいんですけど、自分で言うなれば自分で伝統を作るっていうのも実はありで、その伝統的なコマの文化だけど、さらにそこから新しいのを生み出していくっていうのも、このトラディショナルスコアに仮定されてきます。トラディショナル、伝統的なとは言ってるけど、こう一概に古いんだよねみたいなことではないっていう部門ですね。で演技動画を提出したら、あとはもう表彰式を待つだけになってしまいます。表彰式は11月13日の日本時間の23時、ちょっと夜遅くなんですけど、頑張って起きてください。僕も頑張って起きるので。で各部門ですね、最終得点、さっきの70対30とか85対15とかの合わせた点数ですね、が一番高かった人がチャンピオンになります。で各部門の、上から3人ですね、優勝者と準優勝者と3位にはトロフィーとメダルが IPSA の方から送られてくるので、待っててください。ちなみに表彰式は選手は強制参加ではないということですね。そうですね、強制参加ではないです、実際去年の、表彰式もやっぱり時差の関係でどうしても出れない人とか、あとはお仕事中とかだったり出れない人もいたんですけど、基本的には表彰式には出なくても結果は後で分かります、ただ表彰式に出ると、速報じゃないですけど、いち早くやっぱり結果を知れるっていうのがあるので、ちょっと眠たいかもしれないんですけど、可能な限り出た方が、表彰式の空気感とかもあって楽しいんじゃないかなと思います。他の国の選手とね、交流ができたりとかっていう楽しみもあるかなっていうふうに思います。この表彰式はオフラインやったらもうその場でできると思うんやけど、オンラインの場合って何で YouTube とかで表彰式、これは今年はまだ分かんないんですけど、2020年の時は、Zoom を使ってオンラインの表彰式をやってました。で、その Zoom の画面をさらに YouTube とかで配信をして、YouTube ライブとかで見れる人もいるよっていう形にしてましたね。はい、だっと見てきたんですけど、ここでちょっと注意点がいくつかあって、去年、2020年の時にですね、WSTC に出た人は、特に注意なんですけど、私は日本人の選手でも IPSA の会員にならなきゃ出場することができません。会員登録のやり方を紹介しているページは概要欄にリンクを貼っておくので、そちらもご覧ください。
やる人は、やる人はそんなにいないとは思うんですけど、公序良俗に反する演技とかですねは、判断された時点で失格となるため気をつけてください。で、何度も言ってるところなんですけど、動画での審査になるので、できる限り技とかですね、コマを持つ動作とかが全部画面の中に入るような動画撮影をしましょう。演技で使用するコマはですね、自分で紐を巻くようにお願いします。出てみるだけで今までにはない経験ができるっていうところはまず間違いなくあるので、迷ったらぜひ出場してみてください。まあ実際僕なおなりもトップも初出場なんですが、そうですね、めちゃめちゃ楽しみで、はい、おなけなんか偉そうにルールとか紹介してたんですけど、実は2人とも初めてっていう、いやいやなんですが、まあ、すごい楽しみにしてて、外国のねプレイヤーとも交流ができたりとか、こうやっぱ出てるだけで出てみると分かんないような魅力があったりとかするらしいので、じゅんさんによるとそれを信じて僕たちも楽しんで出場したいと思ってます。魅力あります。ここまでルール説明をしてきましたが、いかがだったでしょうか。まだこの動画を見てもここが分かんないとか、これどうしたらいいんだろうとかいうことがあれば、ぜひコメントにしていってください。これからも、僕たち JTTF はこうやってこう大会に出る人をサポートしたり、自ら大会を作ったり、いろんな活動をしていきたいと思ってます。ぜひこれからの活動も楽しみにしていてください。またチャンネル登録、動画が役に立ったなと思ったらいいねの方お願いいたします。インスタやフェイスブックもやっているのでフォローお願いします。ホームページも要チェックです。それではまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。